どうもこんにちは、ザワチャンネルです。今日はですね、いつも通り、ザワのね、専用コースを貸しております。クロスカントリーコース、トレイルランニングコースかな、来ておりますけれども、今日はですね、しっかりとゴール地点、自己ベストを目指してね、ちょっとタイムアタックをやってみたいなと思うんですけれども、まあ、その前にですね、今日ちょっとの試したい商品がありまして、そちらの方をね、今からちょっと試してみたいなと思います。その商品とはこちらです。ザザーン、モルテンゲル100、しかもカフェイン入りということで、こちらの商品がですね、なんと、まあ、ちょっと確認ができなかったんで何とも言えないんですけれども、先日行われました、ベルリンマラソン2019、優勝いたしましたね、ケネニサ・ベケレ選手が、世界歴代2位の、2時間1分、41秒というタイムをね、叩き出したんですけれども、その時にですね、こちらの、モルテンをしっかりと飲んでいたんじゃないかなと、ちょっと映像で確認ができなかったんで、何とも言えないんですけれども、まあ、ほぼ各、こちらをね、飲んでいたんじゃないかなということで、何と言いますか、こちらがですね、カフェイン入りということで、カフェインというのがやっぱり集中力、そちらのね、持続性が増すということで、レースの後半、こちらでですね、もう多大なる、効果を発揮すると、いうことで、従来のね、炭水化物に加えて、こちらのカフェインを入れた、new商品がね、出たわけなんですけれども、ちょっと今日はね、こちらを今から飲んでですね、実際にトレイルランのタイムアタックをしてみたいなと思います。食べました。ですね、食感は、羊羹もしくは、まあ、水羊羹をもうちょっと柔らかくしたような感じの食感ですね。そして味なんですけれども、今回ね、従来のものにこのカフェインが入ったことによってちょっと苦味が、ちょっとコーヒーゼリーのような、感じの食感と味なんじゃないかなと、いうふうに思います。まあ、こちらをね、レース前にちょっと飲んでですね、しっかりとレースの終盤、集中力を切らすことなくしっかりと走り切れる、そういった意味でもですね、本当にちょっとね、その効果を今から実感してみたいなと思います。
はあ、お疲れ様でした。すいません、太陽の方なんですけど、こちらですね、10分4秒と、いうことで、自己ベストにはねちょっと届きませんでしたけれども、まあほぼほぼ、自己ベストあたりのタイムで、ゴールできたんじゃないかなというふうに思います。あれやっぱり今ちょっとお腹がね膨れてる状態になってるんで、もしかしたらこれ、モルテン、ゲルのね、効果が出てるのかなと、そして結構視界がくっきりするんですよね。この後でももしかしたらカフェインのね、効果がちょっと、現れてるんじゃないかなというふうに思います。記録更新はありませんでしたけれども、ちょっとね、飲むのがスタートの直前だったのかなというところもあるんで、もう結構中距離長距離の選手なんかはね、レース前のやっぱり20分前ぐらいにはね、こちらを飲んで、で、アップもしながらで、スタートを迎えたらちょうどいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。僕もねこの経験を生かして次の記録会、11月ですけれども、スタートのね30分前ぐらいにこちらを飲んでですね、準備万端の状態でレースにね臨もうと思います。ありがとうございました。いや本当に、これ効果だと思うんですけど、マジで目がねすっきりしてるんですよね。だからこれ本当、フルマラソンの終盤、30キロ35キロ以降ね、中には選手の中にはねちょっともうそこからの記憶がないとかいう方ね、中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、めちゃくちゃこれもうパッチリ目が冴えてるんで、このあたりがこの新商品のね、改善された、プラスパフォーマンスのね、一つの要因なんじゃないかなというふうにね、今日ちょっと飲んで、実感してみました。でまだ全国展開発売は開始されてるんですけれども、なかなかね、店頭に並ぶっていうのはまだ、少ない1回かもしれませんけれども、もしも、店頭で見かけた際は、ぜひともね、いつまでもある商品じゃないんで、今のところはね、しっかりとゲットして、自らのね練習そしてレースにね生かしていただきたいなと思います。